今週はもうどんどんゆうこやようこの質問を片付けていこうかと番組されていますけども、さて今日のようこの質問は、同僚とかが I got 20 bucks in the poker とか言うんですけど、それは20 bucks っていうのはお金のことだってのは分かってるんですけど、どういう状況の時にそのバッグっていうのを使うのかが分からないか教えてほしいなと思ったんです。あ、まあまあカジュアルな言い方ってだけだよね。ああ、うん、How much was your jacket? Oh, this thing is only 30 bucks. It was only $30. Like casual, もっとカジュアルな時に使う。で、お店によってはもうあの店員にお客さんにいくらって聞かれて20 bucks とか bucks を使うなって指導するお店もあるよね。あ、そうなの、うん。それはカジュアルすぎるからってことですか。まあそういうの好きじゃない人もいるから。ああ、うん、じゃあ別にどの状況の時にこれを使うとかそういうのはなくて、ないないない、うん、ただまあそう、お店ではあんまり使わない。How much is this teapot? Oh, that's 30 bucks. それはあんまり言わない。Oh, that's $30. ってちゃんと店員は言うかな、うん、友達同士で、まあ、そこら辺のパン屋さんがなんか言ったら、ね、このパン屋さんは2バックスとか言うかもしれないけど、yeah. まああんまりそう、ね、お店ではあんまり聞かないけど、うん、友達同士でこれいくらで買ったの、うん、おー50バックス50バックス、yeah. 別に高い値段とかでもバックスっていうの使えるんだ、うん、全然全然100バックス yeah 100バックス I won 100バックス at the casino last night とか、ああ言いますね。そう。yeah, so it's nothing special, just very casual な言い方。あとだからきっちりイーブンになってないと、ね、なんか何十セントって時はあります。Yeah, 33 bucks and 25 cents は言わない。あんまり言わないね。ああ、もうきっちり、うん、どっかで、うん、もう何セントとまで変わらない。セントがちょっとやっぱりダワーに入ってくる。そうですね。